はい、今日はですね、お肌とかね、指先ですね。私ですね、冬場になるとですね、冬場とは言わずですね、乾燥する季節になるとですね、この親指の、ぱっくりですね、割れてですね、ここですね、本当に痛くなるんですよね、ぱっくり。で、毎年癖になってですね、同じような場所がですね、なるんですよね。こうライン入っちゃっても、ラインってラインじゃなくてね、この肌のライン。でね、そういう時にね、寝る前にですね、私愛用しているのがですね、こちら有名なユースキン A ですね。これをですね、お風呂上がりにですね、もうだいぶ使用済みなんですけど、こうね、親指ピョンピョンつけて、グリ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 ってこうまんべんなくね、つけるわけですよ。はい、こういうね、指先とかもね、枯れてくるんですよね。年のせいもあるかもしれないんですけども、こう塗り込む感じでですね、で、塗りたてはちょっとベタベタ感があるので、その後の iPhone とかね、iPad とかいじると、その本体もベタベタになっちゃうんで、ある程度こうですね、こうにじませるような感じ。まあ指だけじゃなくてもですね、腕とかね、肘とか膝とかね、足の裏とかかかととかですね。だからカサカサケア、かかとのカサカサケアですね、以前にですね、白色のワセリンも紹介したかと思うんですけどもね、それに次ぐ指バージョン。私はこれ指バージョンですね。ユースキン愛用しています。これね、書いてますね。効能とか、ひび、赤切れ、霜焼け。ということでですね、こういう感じで、だんだんちょっと乾いてきたらですね、こう、なんか、ジャージとかね、ぴょん、ぱ、こう、拭いてごまかして、ね。そして、iPad とか iPhone を寝床に持っていくと。これが私のですね、侵食する前のパターンですね。お風呂上がりに、こうね、じゃんじゃん、スリスリケア。もちろん今片手で取って片手でスリスリしてるので、両手が、はい、塞がっていないからですね。両手がもし空いてる場合ですね、両手でスリスリしながらですね、寝床にね、到着する頃には手が乾いてるような、これなかなかこうやってるとですね、あれなんですよ、なかなか手が乾かないんですよね。まあ、それもこの効果があるという証拠なのかもしれませんけれどもね。はい、こういったことでですね、かかとはワセリン、指先とかね、手のところのカサカサケアはですね、私はですね、ユースキン A を愛用しております。特に北海道とかね、東北とかね、冬場は寒いのでですね、なかなかこういうケアをしないとですね、もうカサカサになってね、赤切れとか切れてもう痛いんですよ、パックリ。最初に言ったんですけどもね。ということでですね、ケアをしないとですね、乗り切れないですね、冬はね。ということで、これからまあ夏になるわけですけれどもね、今動画撮ってるときはね、また秋、冬と大活躍してくれることです。今でもやっぱりね、手肌荒れたくないので、この夏場でもね、塗るときがあります。はい、今日はですね、カサカサケア、お肌カサカサケアにはユースキンということでですね、ちょっと指先に塗りながらですね、動画の方撮ってみました。最後までありがとうございます。失礼いたします。